さあ、一発でやってきましたよ。滝谷太駅、わあ、見えない。全然逆光で見えへんや。いや、朝日が眩しい。いい天気だ。この週末。本当にね、お出かけ日和ですからね。滝谷不動産か。まあ、そりゃそうですよね。大阪公大大学、こっちなんだ。すごいですね。そこに。で、こっち側にあるよな、さすがに。どこかに駅名標があると思うんだけど。ここ？この国なんだ。滝谷不動ってことね。いやー、来た来た来た。それが王の21。ということですね。まあ、21番なんで。ということですと、あれと、周りは、みかん園とかいろいろあるんですね。あとあれですね。大阪大谷大学が近くにあるんだ。でも、そうですね。大っていう、大阪大谷大学、なかなか、の踏み方が、そうですね。あ、で、ここは、あれかな？こっち側は出口がなくて、向こう側はオンリーか。なるほどな。こんな感じですね。まあ、一応今回対決企画ですもんね。まあ、どう見てもね。斜めってると思ったら。すごいね。そっか、真上に上げてやんのや。ギリギリすぎて。おー。あった。よっしゃ。えいし。よし、順調に来てますね。駅前は、あ、こんなとこに、雀荘もあったりして、駅前ちらっとありますけど、まあやっぱ駅の規模で言うとね、近鉄横浜駅のね、まあ足音じゃないですか、この感じはね。うん。まあでもね、滝谷不動ですよ。滝谷不動さん、っていうところでございますから、そんなね、争い事とかそんなこと言ってきゃいけません。うん。でも、ここから、そんな歩いていける距離なのかな？よく分かってんだ。東高野街道になってるけど、歩いていけるくらいの距離なのかな。ちょっと距離あるのね。なるほどな。あははは。この前は、どこだっけ、川西のあたり行ったよな。川西から、富田林からそっか、川西の方行ったんか。で、今回はどうしような。駅前チラッと見てみるか。チラッと見がてら、一つ隣の駅ってどこや？潮の目結構あるな。あ、南海の滝谷駅ってのがあるんだ。へぇ。そっち行ってみる手はありか。歩いて34分、行けんことはねえな。行ってみるか。行ってみるか。まっすぐ？駅沿いの、あ、こっちから歩いて行けるのか？ちょっと渡ったらあかんのか。山側の方行ったらか。おお。あ、先生心配。まあ先生やったら私も買いましたからね。ね、そうだ。
ね。うわ、懐かしい、エスキモあったね、エスキモって。ピノは昔エスキモでしたよね。うわ、懐かしい。あったね、エスキモって。昔はピノといえばエスキモでしたもんね。で、200円か、自分が、で、こっちは、ちょっとお世辞にも、お散歩に向いてる感じではないですけど、こっち方面で合ってんだろうな。まあ、何せね、その辺ゆっくりしとったらね、初だけは巻きませんからね。カツダギ山の方ってもうあれなのかな、繁忙期のあれになってんのかな。なんか前来た時は閑散期で全然バスも何も走ってなかったんだよな。よいしょ。あ、ちなみに何回行ってどうすんねんって感じですけど、何回から川内眺め聞きましたかね。こっちで合ってんだろうな。よーし、合ってなかったぞ。ぜーん。いやいや、大丈夫。リカバリー聞く。リカバリー聞くぞ。よし。ちょっとね、地図を見ながらね、行くにはね、歩きには全く向いてない。ピンクか渡ってた方が良さそうね、これ。よっしゃ。これも曲がっていったらいいのか。大丈夫、大丈夫。そんなに、あ、待てよ。この道をずっと行くと。待てよ。よくわかってないけど、この道をずっと行ったら、いや今後怖いな、ね、2時間1時間以上かかるね。よし、おとなしくここを曲がってこっちから行ったらいいのかな。狭いね。あ、どこまでだね。お散歩コースとしてはかなりハードモードな。いかにアップダウンがあるよりも、このね、細いところの方がね、やっぱ怖いよね。歩きで行ける、抜け道みたいな感じのところもあったみたいですけどね。完全にしくりましたね。すごいね。蒸し木べ。これ、通学路にしてはハードモードだろ。でも小学校前なんだ、ここが。また出る？渡った方がいいか。よいしょ。渡ったら小学校か。エクストラハードモードよ、なかなか。ここ？この交差点？